オートマチックトランスミッションフルードオートマチックトランスミッションフルードとは乗り物の自動変速機やオートマチックトランスミッションで使用される流体である。日本語では自動変速機油と呼ばれ、一般的にはオートマオイル、AT オイル、AT フルードとも称される。しばしば ATF の当時語も用いられる。ATF は変速機を持つ乗り物の機動車、 ディーゼル機関車や自動車に用いられるオイルの一種であり、ギアオイルの一種とも言える液体であるが、下記のような際も見られる。ATF はエンジンオイルとの区別のために赤色、もしくは緑色、あるいは青色に着色される。ほとんどの乗り物では、ATF の容量判定はエンジンが始動中にオイルレベルゲージをチェックすることで行われる。ATF は、 エンジンオイルと比較しても、使用量が非常に多く、一般的な、日本車のエンジンオイルが2から 4L の容量に対して、ATF は6から 10L 前後にまで達する。機動車等における、液体式もしくは、流体式という故障での液体あるいは流体も、この ATF のことである。ATF は、しばしば各製造メーカーや、各車種ごと異なる。 設計のトランスミッションの特別な要件のために最適化される非常に専門的なオイルでもある。通常のギアオイルに要求される歯車の潤滑と同時に油圧バルブの操作やブレーキバンドの摩擦やトルクコンバータの作動も同時にこなさなければならず非常に多岐にわたる要求性能を同時に満たさなければならない。油脂ではあるがオイルと呼ばれたりフルードと呼ばれたりするのは 前者は、潤滑作用を指し、後者は、油圧作動に関わる側面を指してのことである。また、ATF は油圧を用いるパワーステアリングの、油圧作動油としても用いられることがあったほか、いくつかの四輪駆動車のトランスファーオイル、あるいは多くの近代的な前輪駆動車や、ゲトラグ車などの一部の変速機メーカーが製造する、特定のマニュアルトランスミッションのギアオイルとしても、 利用されることがある。また二輪車等のサスペンションのフォークオイルとしても利用されることがある。講義のオートマチックトランスミッションに含まれる無断、変速機の場合にも ATF と外見が似た CVT フルードが用いられるが CVT は AT と内部構造が全く異なり、またその形式によってもフルードに対する要求性能が全く異なるため、 CVTF はその CVT に対して専用のものが同時開発される事例もしばしば見られる。故に ATF との混用は現に忌避されている。ただし一部のアフターマーケットブランドでは ATCVT 共用のものもある。一方でトヨタ系ハイブリッド車等の THS のような電力機械併用式 CVT では ATF が指定となっているものもある。 近代的な ATF は特定の仕様の ATF に必要な要求性能を満たすことを意図した様々な混合物が通常含まれている。ほとんどの ATF には、防錆剤、消耗剤、洗浄剤、分散剤、耐摩耗性添加剤、抗酸化化合物、海面活性剤、低温流量改善剤、高温増粘剤、ガスケット保護剤、 そして石油系線料などを組み合わせたものが含まれている。ATF にはデクスロンやメルコンシリーズをはじめとする数多くの企画が存在する。そして自動車メーカーは各車種に対して適切な ATF 企画を選定し、車両の取扱説明書にはメーカーが推薦する ATF の企画が明記されることになる。ATF は それぞれのトランスミッションの要求性能に応えるために、性能向上のための添加剤が数多く添加される。デクスロン規格に代表されるいくつかの汎用的な ATF 規格が市場の中で競合するオイルブランドにラインナップの一つとして提供されている。そこでは異なるメーカーが同じ要求性能を満たすために、同じ規格の製品でも異なった。 化学物質を使用している。オイルメーカーはその ATF 規格を満たすために ATF 規格の制定元の認証試験をクリアし OEM 元からアンダーライセンスを受けて製品を販売している。ほとんどの ATF 規格はオープンな仕様となっておりサードパーティーのオイルメーカーへの認可や自動車メーカーに対する証明を行っている。 その一方で特定メーカーの特定車種の要求性能のみに特化した専用規格も数多く存在し、こうした規格を採用するいくつかの自動車メーカーは、純正もしくは真の意味での純正品オリジナルエキップメント、マニュファクチャラの ATF を必要とする。かつての汎用的な ATF 規格の中には、鉱物油をベースにしたものも多かったが、現在の OEM 規格は、 化学合成油をベースに規格を制定している。各メーカーには ATF に対する特別な要求性能が存在し、不適切な ATF を使用することで、トランスミッションの不調や大きな故障を招く可能性がある。特に、オートマチックトランスミッションそのものの多段化や、ロックアップの多様化、ATF 自体の低粘度化などで、 新しい構造のトランスミッションに古い規格の ATF は適さなくなっている。上記の規格は同一メーカーの多くの車種で共用が可能な比較的汎用性の高いものである。同じ規格系列で最新のリビジョンを持つものは旧リビジョンの介護官である場合も多い。しかしその一方で車種やメーカーによっては特定の年式の特定の AT にのみ指定される特殊な規格が使用されることも珍しくはない。化学合成油の ATF は主にアフターマーケットブランドで入手できる。鉱物油に比べて熱負荷、酸化や洗断抵抗性に優れているために長期間初期性能が維持でき、頻繁にトレーラーやキャンピングカーの牽引を行う場合など特定の用途において、 パフォーマンスと寿命の向上が期待できる。AT に挿入されているオイルレベルゲージを引き抜き、白色の布などで先端を拭き取り、ATF の色を判定することで大まかなチェックができる。暗い茶色や黒色に変色している ATF は、何らかの原因でトランスミッションに問題が発生している、車体に過負荷がかかっている、あるいは ATF の対応年数が超過しているなどの、 指標となる。酷使された ATF は、潤滑性能が低下し、摩擦剤を不要意に減少させる要因になる。そのような ATF を交換しなかった場合、トランスミッションの摩耗を加速させ、正常だったトランスミッションを台無しにする可能性がある。しかし、ほとんどの ATF が使用によってある程度暗い色になるため、色の判定だけが、 ATF の対応年数を示す完全に信頼できる要素とはならない。メーカーが推奨する交換間隔が ATF の寿命を把握するより信頼できる要素となるが、整備履歴や走行距離が不明な場合は、色の判定が ATF の対応年数を推測する一般的な手段となる。 1950年代から1960年代あるいは1970年代までは ATF には摩擦調整剤としてゲイ油が含まれていた。しかしゲイ油は高温で失活してしまう欠点があり1970年代以降は排ガス規制と燃費対策のためにエンジン冷却水の温度を高く保つことが不可欠となったためゲイ油は次第に 自動車の変速器を潤滑する添加剤として不適となっていった。そしてゲ油が商業保芸モラトリアムにより入手困難となったことでオリジナルのデクスロンタイプ B やタイプ A などの旧規格の ATF の継続生産も困難となった。この時ゼネラルモーターズはゲ油が添加された ATF を取り替えるためにデクスロン2タイプ C 後にはデクスロン 2タイプ D を発売することになった。日本においては、主に GM 系の技術で発展しデクスロン、KATF を使用する、トヨタアイシンのグループと、フォードからの技術導入で、共同設立され当初は、メルコン系で後に、独自の ATF を用いるジアトコのグループ、それらとは別に独自の内製 AT を開発して、 やはり独自の ATF を用いるホンダで、おおむね3通りの ATF が、市場に存在した。2000年代中盤、それまで、市場の主流であった、デクスロン3、H 及びメルコン企画が、全面改定されることになったのを契機に、社団法人自動車技術会が、日本自動車技術会企画の中で新たに、日本車向け汎用、ATF 企画を策定することとなった。 その際に、既存の既存の ATF 評価基準である JASOM315 の評価内容について、自動車メーカー、変速機メーカー、ヨシメーカー、内部部品メーカーなど、多くのメーカーに ATF の評価基準について、どのような点を最重要項目とすべきかをヒアリングしたところ、メーカーによって重要とする項目が全くまちまちで、あったという記録が残っている。 汎用 ATF 規格が制定されたことにより、一部の例外を除いて、系譜をまたいで使用できる、社外品 ATF が製品化され普及したほか、純正品でもある程度は、汎用規格にも準拠するため、自前の整備工場を持つ、交通系の事業者などの大口需要化の場合、複数メーカーの車種を運用していても、年度等が合致すれば、 油脂類を同一銘柄で揃える等で共用することも可能となった。今日の AT は非常に熱負荷が大きいことが一般的であるため通常何らかの形で車体には ATF 用のオイルクーラーが装着される。エンジンオイルと同様に空冷式である場合と水冷式の場合がある。空冷式はサーモスタットが内蔵されてオーバークールを防いでおり 高速度で走行風が通過するほど熱交換率が高まるためにハイパフォーマンス車で広く用いられる。水冷式はラジエーターコアの一部に ATF を循環させるものであり低速度でも安定して ATF の温度管理ができるためファミリーカーで広く用いられている。ATF の補給 ATF は今日では変質しにくい化学合成油が主体であり エンジンオイルのようにブローバイが混入せず、ギアオイルのように極端な極圧がかかることも少ないため、これらの油脂ほど急速に酸化や洗断による劣化をすることは稀である。ただし AT のトルクコンバーターのスリップなどによる熱負荷は極めて大きく、ATF 冷却用の水冷式オイルクーラーがラジエータータンク内に装備されるのが一般的だが、 熱負荷により次第に劣化する。AT のオイルパン内部には有利した鉄粉をキャッチする強力なマグネットが置かれている場合も多い。ATF も新しい方が性能は良いが長い間無交換だった ATF を交換すると正常分散能が高いために壁面についたスラッジが有利してバルブボディなどの狭い通路に詰まる可能性がある。 したがって ATF 交換とともにフィルターの交換やオイルパンの清掃などを行うのが望ましい。あるいは一度にスラッチが有利するのを防ぐために必要量の半分程度を新しい ATF に交換することを複数回行い次第に新油の割合を高める方法がある。メーカーによってはその車両の寿命が尽きるまで無交換でも良いとしている例もあるが それは、新しい ATF に交換した時に、スラッジが有利して、トラブルを起こすことを考えての方針である。熱負荷による、劣化、タバンクラッチや、ブレーキバンド摩耗、あるいはギアやベアリングなど金属部品の摩耗による、スラッジの体積、それに伴うオイルフィルターの詰まり、等も発生するため、下記の事項に注意した上で、 やはり数万キロ程度の適度な間隔で交換することが望ましい。なお、AT のロックアップ多様化によって油圧による劣化よりも潤滑による劣化の方が割合は大きくなった。これはロックアップすることでトルクコンバーターによる増幅作用が働かないことによる。ロックアップ領域の増加に伴いクラッチやブレーキバンドの守耗も比例して増えていく傾向にある。 一方で、新しい AT 用の ATF では低年度化が進み負荷に対する劣化はしやすくなっているため、ATF としてはまだ使えるものの AT の変速時の衝動などの感覚的な劣化を感じるようになるまでの距離は短くなる傾向にある。そのため、低年度 ATF を使用する車種の増加に伴い、アフターマーケットにおいては低年度でありながら、 高年度指数を持つと歌う ATF や添加剤が普及しつつある。ありがとうございます。